この男がついに新日本キックへ。一撃必殺の爆腕、大槻春明。その強打を武器に幾多の猛者を力ずくでリングに沈めてきた誰もが認める現役レジェンド。全日本キック、クラッシュ、SB、NKB、 己の拳一つで挑戦を続ける最強の41歳は今何を思う？もう本当にね、いつ引退するか、もう1回でも怪我したら終わりなんで、面白い試合になりそうなショットをどんどんやっていって、悔いのないようにやめたいんで現役を。その大槻に喧嘩を売った男、新日本キックの画廊、曽我英樹。見る者全ての心を震わせる魂のどつき合い。彼もまた戦いを続けることで己の生き様を貫く真の男。常に強い相手に牙を剥く飢えた狼がレジェンドたる爆腕に襲いかかる。曽我選手ちょっと尊敬してるんで、あの気迫と男気、お互いどっちが勝ってもスッキリできるかなっていう、メインにふさわしい熱い試合ですよね。まあ、自分の魅力はやっぱり一撃必殺なので、一瞬見逃さないようにしてもらえればいいと思います。やるかやられるか、日本の立ち技格闘技を代表する男たちの果たし合い、生き残るのは果たして。トリプルメインイベント、 61kg 契約3分5ラウンド、曽我英樹 VS 大槻春明。